ステーキ肉焼き方あるある。まずは焼く前の下ごしらえですね。綺麗なお肉ですね。お肉をまず常温に戻しますよ。そして余分な脂身を取っていきます。この切った脂身をね、お肉焼くときにねまた使っちゃいますね。香ばしい感じになるんでね、これもちゃんとね使いますよ。はい、さあ、そして今回はですね、よく焼きでね、焼きたいと思うので、切れ目入れていきますね。筋切りみたいなね、意味合いで、切れ目をね入れてね、自己流ということでね、この切れ目入れる方法はね、どっかで見たわけじゃなくね、よく焼けるようにね、切っちゃいました。さあ、そして岩塩を振りかけちゃいます。岩塩ですよ、岩塩。そうです、この塩はね水分が出るんでね、焼く寸前、もう一番焼く寸前にね塩をかけるのがいいですよね。水分出ちゃうんでね、肉汁が出ちゃうんでね、焼く直前にかけるのが一番いいですよ。さあ、そしてついに胡椒ですね。ブラックペッパー、これもあるあるですよね。くらえブラックペッパーとね、必殺技風にブラックペッパーをかけました。さあ、そしてニンニクも少々かけます。これ焼くとき香ばしくなるんでね、ニンニクもですね、すごく香りがね良くなるんで、焼いた時のね、あるあるですよね。ステーキにはニンニク、胡椒、これあるあるですよね。そしてよくなじませますよ。もうね、なじませちゃいます。これもあるあるですよね。なじませますよね。さあ、そしてね、軽くまな板にね、まな板に染み込ませて、さらにひっくり返すというね、あまりつけすぎると辛くなっちゃうんでね、肉本来のね味も味わうためにほどほどにしましょう。これあるあるですね。はい、この音がもうたまらないですよね。ステーキ焼くときにいい音、一番好きですね。このチューという時のね音が最高です。皆さんお聞きください。最新のですね、ステーキを美味しく焼くコツというのがですね、こうやって何度も何度もひっくり返しながら焼くことらしいですよ。やっぱね、この音をお届けしたいのでね、この部分は早送りできないですよね、さすがに。さあ、美味しそうな焦げ目がついてきましたよ。さっき切ったね、脂身もしっかりとね染み込ませます。こうやって何度もひっくり返すことで中までしっかり火が通るんですよね。
さあ、いい感じに焼けてきてます。おいしそうな色です。いい感じですね。ついに焼けた。さあ、ではお肉を切っていきます。熱、焼きたてやから熱。お野菜、わさび、ソースを添えて完成。納豆、スイカ、米、アジフライ、そしてステーキ、お肉。それではいただきます。